今回は松任谷由ミと映画の話です。まあ由美と映画というと、えー、守ってあげたいを主題歌にした1981年の狙われた学園とか、あるいは同盟の主題歌が有名な1983年の時をかける少女とか言った角川映画。あるいは、ルージュの伝言、優しさに包まれたならを使った、えー、魔女の卓球便飛行機雲を主題歌にした風立ちぬなどのジブリ作品。 まあ中には僕の私をスキに連れてってとか波の数だけ抱きしめてを思い浮かべてくださる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが今回はユーミンの曲を使った映画の話ではありませんユーミンの曲そのものがまるで一本の映画だというお話ですまあユーミンの歌というとまあ多くの人が思うのがまあナイーブな女性の心理描写のうまさですねあの例えばデスティニーという歌の中のどうしてなの今日に限って安いサンダルを履いてた これはあの男に男性に振られた女性がいつかその男を見返してやろうと毎日どこに行くにももうビシッと着飾っていたのにある日街でその男にばったり出会ったらその時に限って安いサンダルを履いてたっていう。 ええ、歌なんですけども、当時女子の間で、わかるって <laughs>、あの、言われてたのをよく覚えてます。あるいは、あの、真珠のピアスという歌の中の、そっとベッドの下に片方捨てた真珠のピアス。相手の男が浮気してたことが分かって、女が別れていく時の、この、別れ際に男の部屋のベッドの下に自分のピアスを片方、わざと落としていくって話ですね。もう、これもわかるっていう、あの詩ですね。 あと、渋いところだと、あの、学生時代から似合いのカップルだと周りから言われていて、もう結婚するものと信じ込んでいた、自分たちはプリンセスとプリンスだと思い込んでいた女性が、その男と別れることになっちゃって、一人春先の海に来て砂のお城を作っているというサウンドキャッスルという歌の、ナイロンのコートの裾がそよ風に泣いているわ。 っていう歌詞なんですけど、これ、ただのコートじゃなくて、ナイロンのコートというところに、まあ、男と別れた女性が、見なりなんか気にしないで、こう、海に来ちゃったっていう感じが、あの、にじみ出ていると思います。まあ、こういう、あの、失恋の歌ばかりじゃなくて、あの、例えば12月の雨の中の、雨音に気づいて遅く起きた朝は、まだベッドの中で半分眠りたい。 っていうような、まあ、日常的なリアリティのある真珠を歌った歌詞もたくさんあって、で、そういう歌詞も多くの人の共感を得ていると思います。また、ユーミの歌には恋愛についての鋭いアフォリズム、傾句ですね、の歌詞もたくさんあります。例えば、あの、同じ12月の雨の中の、時はいつの日にも親切な友達、過ぎてゆく昨日を物語に変える。 魔法の薬という曲の中の男はいつも最初の恋人になりたがり女は誰も最後の愛人でいたいのとか香港ナイトサイトという曲の夜明けになれば枯れる露草ほど月の光に可憐に咲くとかですねこういった気の利いた傾向が利き手に刺さるからまあユーミンが恋の達人とか恋愛の神様と言われてるんだと思います まあでも僕が実はユーミンがすごいと思うのはそういったことではなくて限られた自活で、自数で風景やまあ状況を表現してしまう。もう俳句によく似た描写力ですね。あの TBS のプレバトで俳句の選評をしている夏井月先生がもしもユーミンの歌をあの批評したら直しは当然いりません。 言ううと思うんですよね28歳の時にあのユーミンの言葉をそのまま本にしたこの「ルージュの伝言」ってすごい面白い本ですこれこの本の中で彼女自身がそういう限られた自活の中で複雑なシチュエーションを描くコピーライティングに目覚めたのは21歳の時に書いた「ルージュの伝言」という歌だったと語っていますこの「ルージュの伝言」の中の「あの人はもう落ち着く頃よ」 バスルームにルージュの伝言っていうあの歌詞はどこにも鏡に書いたなんて書いてないんですよ。でもバスルームにルージュの伝言って言ったらもう誰でも鏡に書いてある字を想像するじゃないですか。これが浮かびますよね。これだけで夏井先生だったら大絶賛だと思いますよ。 ユーミンはこの歌詞をエリザベス・テイラーが1960年に主演してアカデミー最優秀主演女優賞を獲得したこのバターーフィールド8といいいうう映画の中の中場面を思い出して書たんだそうですこの映画のエリザベス・テイラーはモデル兼高級商婦で青年実業家のローレンス・ハーベイとまあ商売抜きで好きになって彼の部屋で一夜を共にしてそして目覚めたら彼は仕事でもう出ちゃってて「これで足りるかい?」っていうメモと250ドルが置いてあってまあそれを見たエリザベス・テイラはもう商売抜きだったのにお金置いてったのに腹を立て,て。 でですね。この鏡ず、あのノーセール商売じゃないわよってあの書くんですけれども、これシチュエーションが全然違うんで。まあユーミンがその映像の方から発送しているのがよくわかりますね。ユーミンは玉美で日本側を先行した。まあ画家ですから、この本の中でもラブソングはラブソングとして書いておらず、風景から発送しているという発言をしています。例えば、失恋の歌の雨のステーションは？ 霧がよく出る西田近江駅の朝のグリーミーな景色を描きたくて書いたそうですし海が見えるレストランで昔の彼氏を思い出す失恋の歌「海を見ていた午後」はちょっと煙った春の日にガラス越しに海を見たということだけが描きたかったんだそうですあのルージュの伝言のように映画の一場面から発想したという歌は他にもあって例えばですねあの自分よりも身長が5センチ低い男の子との失恋を歌った「5センチの向こう岸」という歌はイギリスの推理小説作家のアガサ・クリスティが夫の浮気に悩んで えー、11日間行方不明になった失踪事件を題材にした、えー、1979年のアガサ愛の失踪事件で、身長180センチの長身の女優、バネッサ・レッド・グレーブと身長165センチのダスティン・ホフマンがダンスを踊る場面がすごい好きで、まあそれを書きたいと思って作った詞だそうです。まあ、これですね。 水の中のアジアというアルバムに収められている、香港を去る飛行機の中で、男が香港で知り合った女性を思い出す、香港ナイトサイト。まあ、この曲は松戸屋正隆さんの曲のカバーなんですけど、作詞はユーミンです。この曲自体がですね、1960年のウィリアム・ホールデン、ナンシー・クアン主演、そしてリチャード・クワイン監督の、香港を舞台にしたこの映画、スージー・ボーンの世界をモチーフにしています。この歌は、 えー、主人公が香港の開拓空港を離陸した旅客機の窓からビクトリア湾の夕景を見下ろしているところから。 始まって、旋回してる斜めの入り絵にはジャンクの群れ、ゆったり浮かぶっていう、まあ、旋回してる斜めの入りってすごいですよね。あの、的確な情景描写の後でカットが切り替わって、心優しい彼女の名はスズイウォンっていう、この映画の主人公の名前があの出てきます。で、この歌はユーミンが作詞した歌の中でも屈指に物語性が強い曲で,で、最後まで聞くと丸々一本映画を見たような手応えがある歌です。この元の映画には、香港でロケー 素晴らしい実景がたくさんあって僕はホイちゃんの事務所でこの映画の DVD をかけながらそういう場面になるとですね映画の音を消して代わりに香港ナイトサイトをフルボリュームでかけて見てるんですけどこれはれ映画よりいいですよ元のよよりいいですよそのの方がユイミンの最初の2枚のアルバム「飛行機グモットミスリム」はまだ少女のナイーブな感性やコンプレックスを前面に出した私、まあ、小説的なアルバムで。 そして初期の曲が好きな人はこう宮崎駿さんを筆頭にまあたくさんいます六ケ王の渋谷雄一さんは1982年の時点でこのユーミンの歌について最近の彼女の作品は特に詩の面で技巧的というか人工的なものが増えていると指摘していました僕はむしろこの渋谷さんの言う後の方で増えてきたそうした技巧的人工的な歌詞の方が好きだしあのすごいと思うんですよ 例えば1980年のサーフスノーの中の眩しい草野球という歌。風の外野席、手のひらかざして、青い背番号を確かめてみるっていう。えー、この歌はですね、野球っていう言葉を一言も使わなくても、外野席っていう言葉だけで、まあ、死ぬ主人公が野球のプレイヤーではなく、今観客席にいるっていう、観客だということがわかりますし、外野席の上にまあ風のがつくと、風の外野席っていうと、 季節はきっと春先なんだろうとか手のひらをかざしてというからまあ太陽がすごくまぶしいピーカンの日なんだろう。 え、それから、青い背番号を確かめてみるというから、こう主人公が見てる相手っていうのはおそらく守備についている外野手なんだろうとか、もうこれだけの歌詞で、季節、天候、場所、登場人物位置関係が、え、全部分かっちゃいますね。こうした全体の位置関係を分からせる、まあ、広い構図を映画の世界ではマスターショットって言うんですけど、ユーミンは選び抜いた言葉で、まずこのマスターショットを提示して、そこから物語を進めていく。 ですよこのやり方ってもうまんま映画ですね映画のシーンの作り方ですよね1979年のアルバム「オリーブの中の青いエアメール」っていう曲「青いエアメールがポストに落ちたわ雨がしみぬうちに急いで取りに行くわ」「傘を頬で押さえ待ちきれず開くと癖のある文字が切なすぎて歩けない」「エアメールがポストに落ちて、まあ、雨がしみぬうちに急いで取りに行く」ってことはこれ間違いなく一軒家ですよね。 それも、えー、外にある家庭用ポストっていうのは多分、まあ僕らの世代だと思い浮かべるのはこれですね。多分主人公が住んでるのは郊外の一軒家の実家で、まあしかもこの家は洋風の洒落た家なんでしょう。で、雨が降ってるっていうシチュエーションも、えー、なかなか雰囲気ありますよね。で、これがマスターショットです。そして、癖のある文字が切なすぎる。 っていうのは、相手と学生時代にノートを貸し合うかして、まあ文字までよくしている付き合いの長い彼氏だということ。そしてその彼氏からエアメールが来るってことは、その彼氏は仕事か何かで海外に転勤しているということ。それからポストに落ちた途端に取りに行くってことは、まあエアメールは初めて来るんじゃなくて、何度か来ているっていうことが分かりますね。こうしたですね、ユーミンの歌詞の凄さをはた話し出すと僕止まんなくなっちゃうんですけど、<laughs> 本当にこれはもう、マジ一日話せられなんですけど、まあ、あの、あと2曲だけお付き合いください。九百八十年のアルバム、 サーフスノーの中のサーフ天国スキー天国の出だし「ゲレンデのカフェテラスで滑るあなたに空気付け」まあご存知ですよねこの歌が作られた1980年当時、まあ、ゲレ職じゃなくてカフェテリアがあるスキー場っていうのはもう大体苗場か八方年のサッカーだけだったんでえ僕らスキーヤーはああこれは苗場か八方年のサッカーの歌なんだなってことはえそこに来てるのは学生じゃなくて会社員なんだろうな、えー、と思いましたしかも「滑るあなた」って言ってるからには、まあ、これ彼氏なんだろう そしてその彼氏がです、ね、女の子の方は男に夢中で見てるのに男の方はカフェテラスに女の子を置きっぱなしにして自分だけ滑ってる。 ってことはですよ。この男はスキー場でも女の子を引っ掛けたり女の子と一チャつきたいようなナンパなつじゃなくて、体育会系スキー部出身でバキバキのスキーヤーなんだろうな。一方、えー、この女の子のはスキーがそんなに得意じゃないんだろうなっていうことまでわかりますね。で、これまんま私をスキーに連れてっていうストーリーですよね。あの映画のプロットは、あの、この歌のこの一節から、今の一節から思いつきました、えー。だから原作はユーミンです。もう一曲、1989年のアル,アルバム、ラブウォーズの中の心ほどいて。 そしてベールをあげて彼と向かい合う時あなたが遅れて席に着くのが分かったってこれ結婚式だとも教会だとも全く言ってないんだけどベールをあげるってことは教会の結婚式ですよね。しかも向かい合う結婚相手の方は彼と言ってて遅れて席に着く方の男をあなたと呼んでるってことはこの席に遅れてくるやつの方に思いがあるんですよね。 間違いなく。で、じゃあなぜ男は遅れて席に着いたのかきっと、えー、何かこの今日結婚してく女の人とひどい別れ方をして、で、自分は結婚式に出席してもいいものだろうかでもう教会の前でこうためらって、それで入ってきたに違いない。で、遅れて着いた席の横には多分付き合ってた頃の仲間も座っているんだろうな。さあ、一体この二人には過去に何があったんだろう。でこれもあんま僕の三本目の映画の波の数だけ抱きしめてのストーリーですね。で、あの映画のプロットも、えー、この歌の二行。 から、えー、思いつきました。えー、だからあの映画も原作はユーミンです。このようにですね、ユーミンの歌からはいくらでも映画が作れちゃいます。それはさっき言ったように彼女が最初に奥行きの深いマスターショットを提示している、えー、からだと思いますね。で、最近のヒット曲は、まあ、例えば、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわとか、こう、えー、パワーのあるメッセージを前面に出すか、あるいは、まあ、ラップみたいに陰を踏んだ言葉を畳みかけるか、 のどちらかでこうユーミンのように俳句みたいに選び抜いた言葉でマスターショットを、えー、描き出すなんて詩の作り方をしてる人がいません。おそらく今の若者は関心が二次元かバーチャルの世界にあって現実の景色には向かれ、向いていないからなんじゃないかと思うんですが。 さて、この松添ゆみさん、ゆみは1954年1月八王子で4代続く新井五福店の次女として生まれました。まあこの新井五福店はすごい大きな店で、彼女が子供の頃には、えー、自宅の隣に従業員が30人暮らしている寮まであったそうです。子供の頃からピアノを習い。 え、小学校5年から三味線も習い、清本なんか歌っていたそうです。小学校は地元の公立で、中学、高校はえ三鷹内の、この立教女学院中学、高校を卒業しました。彼女の中学時代はグループサウンズの前世紀で、で、彼女も追っかけをしていました。で、この時、立川基地に住むハーフの女の子たちと知り合って、基地の PX に行って、え、出入りして、輸入版のレコードを買い漁り、え、それを全グループサウンズの連中に貸したりして、ま、新任も熱かったそうです。特にブリジストンの創業者、石橋翔二郎の孫。 ってことは、まあ、鳩山幸夫のいとこなんですけども、その孫の、えー、なるもが率いていたバンド、ザ・フィンガーズのおっかけになり、そのバンドのベーシストの中国人ー・ユーチェーンに恋していたそうです。当時ユーチェーンには婚約者がいたので、もうこれは完全な片思いだったそうですが、ユーミンというあだ名をつけたのはこのユーだったそうです。また、六本木のスピードというディスコに通って、で、そこにはハッピーエンドの前身の、えー、フローラーというバンドをやっていた細野晴臣とか松本隆だと顔見しになったり、 六本木のイタリアンレストラン、キャンティーのマダム、川添カジコにかわがられたり、その川添カジコの息子で音楽プロデューサーの川添昭郎が、元タイガースのカハシカツミ、あるいは CU チェンラと、1969年の暮れから渋谷の東横劇場でブロードウェイミュージカルのヘアを上演していた、その仲間、 のところにも出会いしていて、そのグループにもちょいちょい顔を出していて、彼ら、この平和の出演者たちがですね、この1972月、台湾 <laughs>、えー、キーンで捕まった時には、高校1年で何もしてなかった、えー、ユーミンにも私服の美行がついていたそうです。そして高校3年の時、1971年5月、か橋克美に書いた曲を気に入ってもらって、か橋克美の愛は突然にという曲で作曲家デビューをしています。 私事で恐縮ですけども僕が通っていた整形学園っていうのは吉祥寺につまりユーミンが通っていた立教中学院になった三鷹台の2つ隣の駅にあってでこの整形と立教中学院っていうのは学園祭なんかで交流もあってでしかも僕はあの仲の良かったいとこがユーミンと全く同学年で立教中学院に通っていたりそれから、えー、お恥ずかしい話ですけど僕小学校1年から大学1年まで13年間ピアノを習っていたんですがピアノの先生の家が立教中学院ですぐ近くにあって毎週三鷹台 に通っていたので降りていたのでおそらくですね、えー、中学高校時代に三鷹台の駅でユーミンとは何度かすれ違って、えー、いたと思うんですよねでもちろん当時面識はありませんまあ、僕みたいに高校でハチミ映画を撮っていたようなやつはまあ、スクールカーストの最下層ですしユーミンのようにすごく遊んでいた女の子はスクールカーストの一番上ですからもしもその時面識ができたとしても僕が比例していただけだと思いますけどね ユーミンは高校2年の後半から家業のご副業を継ぐつもりで、芸大の日本画家を目指して、絵の家庭教師をつけて猛勉強を始め、で、遊びはすっぱり切っちゃったそうですが、ただ、音楽周りの人とだけは切れなかったそうです。で、結局、あの、芸大を落ちて、玉火に入るわけですが、1973年、玉火の2年の時に、キャンティーンの常連だった作曲家の村井国彦、 が起こしたアルファレコード。当時はまだ違う名前だったんじゃないかと思いますが、ここで初のアルバム、飛行機雲をリリース。で、本人は自分は歌うつもりはなく、作曲家になりたかったそうなんですけども、まあ当時日本の音楽界では、プロの作詞家作曲家っていうのは完全なエスタブリッシュメントな世界で、むしろこうシンガーソングライターの方が売れやすいって言われて、説得されていやいや自分で歌うようになったんだそうです。この本の中では、その時に子供っぽくしていた方が得だって気づいてタバコをやめた、 で、すごいこと書いてますね。そして、1年後の1975年6月、えー、先ほど言った職業的コピーライティングに目覚めたという3枚目のアルバム、コバルトアワーを発表して、で、このアルバムを当時深夜放送で人気があった TBS アナウンサーの林義雄なんかが押したりしたもんだから、えー、じわじわ、え、人気に火がつきます。 また同じ1975年にはフォークグループバンバンが出した荒井由美の作詞・作曲の「いちご白書をもう一度」というシングルが織り込んで週間1位を記録しました「いちご白書」というのはコロンビア大学の学生運動を描いた1970年公開のアメリカ映画でこれはこれ最後に排除されるシーンなんかすごかったですよこの映画がまあ学生運動の象徴のような作品ででこの歌が出たのはその映画の公開の5年後です「いつか君といった映画がまた来る」「銃を抜け出して2人で出かけた」 悲しい場面では涙ぐんでた素直な横顔が今も恋しい雨に破れかけた街角のポスターに過ぎ去った昔が鮮やかによみがえる君も見るだろうかいちご白書。この歌が歌われた1975年はサイゴンが陥落してベトナム戦争が終結し1960年代後半から世界中で吹き荒れていた学生運動の嵐も収まりつつありましたでこの歌の後半には就職が決まって髪を切ってきた時もう若くないさと君に言い訳したねという歌詞もあります つまりもう大学生の学生運動とか、まあ、デモ、バリケード、ヒッピー、挑発、あるいはフォークソング、そういった嵐のような70年代前半が終わろうとしていました。時代のそうした空気を、えー、イ白書という映画のタイトルと、雨に破れかけた街角のポスターという言葉でズバッと切り取ったのは、もう実に映像的だし、すごいと思います。 一語白書をもう一度がヒットした1975年は、ユーミンの母校立教女学院の、まあ、ある意味、スクールファッションともいえるニュートラを前面に押したこう雑誌 JJ が創刊された年ですし、その翌年にはマガジン発ー当時の名帝門出版の、えー、雑誌ポパイも創刊されています。この頃、えー、大学のキャンパスでは、えー、学生運動の縦看板が次第に姿を消していって、もう空気が、あの、明らかに変わり始めたのを僕はよく覚えています。まあ、ユーミンはそうした若者カルチャーの変わり目に世間に踊り出てきたわけです。 一語白書をもう一度に続いて、1975年10月に自身が発売したシングル、えー、あれの日帰りたいがバカ売れして、こちらもオリコンで週間1位を獲得。アルバムのコバルトアワーもそこから売れて、翌76年の年間 LP 売り上げで5位に入る大ヒット。そして、76年暮れに出した14番目の月も売れて、翌年の77年の年間4位と。まあ、この頃が第一次郵便ブームと言われた時期ですね。で、ところが彼女はこの14番目の月を出した直後に、22歳の若さで結婚して、荒井から松戸屋に生を変え、で翌 7 7年5月松任谷由実として初めて出した、えー、シングル「潮風にちぎれて」この歌僕もうあのベスト5にあるぐらい好きな歌なんですが、えー、この歌があまり売れず、えー、このあと77年のクレンに出したベスト版のアルバムというタイトルのベスト版もさっぱりでしたし78年3月に1年半ぶりに出したオリジナルアルバム「紅雀芽」も、えー、これはも売れ行きはいまいちでした。えー、はここのの本の中でこう発言しています 周りではやっぱりブームは終わったんだって思ったみたい。わーっと寄ってきた人間も本当に潮が引くみたいにディレクターとかいろんな人が去っていった。しかしそんな間に時代の方が、えー、ユーミンに追いついていきました。 まあ、IP の回でも触れましたが、ベトナム戦争が終わって、アメリカの若者たちは、あまあ、戦争でえ追ったここの傷を癒すためかですね、太陽の下で行うフィジカルな遊びを始めて、そのまで暗い教室の中で討論していた、えー、学生、大学生たちが外で健康的な遊びをするようになります。えー、1976年頃からその空気がまんま日本に入って、まあ、さっき言ったようにキャンパスの空気が変わり始めたわけですが、これは1978年にその傾向が一気に爆発しました。まずテニスですね、1978年はビヨンボルグと自民 コーナーズが全盛で、そしてマッケンローがプロ入りした年ですが、これテニスがむちゃむちゃ盛り上がっていて、大学生はキャンパスをもうラケット持ってないと学校がつかないみたいな感じでしたし、女子たちはみんなあの、フィラカ・マジアのポロシャツを着てました。さらに映画サタデー・ナイト・フィーバーのヒットでディスコブームに火がつき、ビッグウェンズでサーフィンブームに火がつき、ポパイがプッシュしたおかげでスキーブームにも火がつきました。 また、アンナ・ミラーズ、イタリアントマト、エストといった、えー、若者が行くカフェが都心にガンガンできて、消費文化の防止後みたいな僕たちの世代は、えー、まあ、バイトで貯めた金、あるいは親にせびった金をせっせと遊びに使うようになったんですね。一言で言えば遊びのビッグバンが起こったわけです。まあ、そうなると、貧しい生活感を歌っていたフォークソングが流行らなくなり、違うジャンルの音楽が求められるようになります。まあ、当時の東京のまあ、遊んでる私立大学の大学生は、 みんな洋楽志向で、まあ日本の音楽を聴いていると胸を張っているやつが少なかったんですが、まあこれ唯一の例外が、大田恵一、細野晴臣、松本隆鈴木茂のハッピーエンドや、それに続く大田恵一のナイアガラレーベル、あるいは細野晴臣、松戸屋正孝のティンパンアレー鈴木圭一とムーンライダース、南吉高といった、どこか日本離れした音楽でした。この日本離れというのが重要なキーワードで、 当時僕らが日常生活を送っていた、まあ、東京の街はまだデザイン的には決定的にダサかったんで、僕らは原宿はシャンゼリゼだとか、湘南はカリフォルニアだとかですね、あの、日本の中に欧米的な景色を求めて妄想を膨らませていました。で、僕らがスキーに夢中になったのも、えー、一面雪に覆われた八方、苗場や八方のスキー場が、まあ、シ,ャノシャモニーとかグルドーブルに、えー、見えていたからですね。えー、ユーミンが1978年11月に出した、えー、6枚目のオリジナルある アルバム流線78年に「流線形80」ってアルバムを出してるんですけどこれは、えー、日本離れを求めた当時の、えー、東京の若者の心情にピサッとはまっていました <music> 第一次ブームだった頃から、まあ、ユーミンの歌は横文字がやけに多いって言われてましたねバスルームにルージュの伝言なんてその典型だと思うんですけども、えー、例えば雨の駅じゃなくて雨のステーション中央高速じゃなくて中央フリーベイ え、もっとすごいのが、リュウジルの伝言の中の、えー、街がディンドン遠ざかっていくわ。えー、これ、当時多くの若者は、ディンドン遠ざかるって何なんだと思ったんですけども、しかし、日本離れした漢字を出すには、街がどんどん遠ざかっていくではダメで、ディンドンじゃなきゃダメだったんでしょうね。で、また、ユーミンの歌には、それまで作詞家があまり使わなかった、まあ、あの、スペシフィックな絵画のブランドとか商品名がふんだんに登場します。えー、1978年に山口桃江が歌ったプレイバックパート2の中の真っ赤なポルシェ。 という歌詞が、えー、当時、あのー、話題になりましたけど、まあ、それを言ったらユーミンが同じ1978年に発表した流線系80の中で出した車は、コルベット1954です、えー。ポルシェはみんな知ってるけど、絞れコルベットの、しかも1954年型なんて、どんだけスペシフィックなんだって話ですよ。えー、あるいは同じ流線系80の中のキャサリンという歌には、 暗い緑の霊板をって、まあ、暗い緑の霊板ってい,ういい表現ですよね。もう霊板が出てきますし、オリーブの中のイニスマの焼酎という歌では、ジェリー・ロペスのサーフボードブランドのライトニングボルトがもう繰り返し出てきますし、直接商品名を出さなくても、例えば、悲しいほどお天気の中の影になってという歌には、冷え出した手のひらで、 「包んでいる紙コップはドーナツ屋の薄いコーヒー」っていう歌詞がありますけどもこれドーナツ屋の薄いコーヒーって言ったら誰が考えてもミスドのコーヒーですよねこれそれからサンフスノーの中の雪だよりの出だしの赤いダウンに腕を通したらのダウンはこれはもう誰が考えたってモンクレ当時赤が流行っていたモンクレ今はみんなモンクレルっ,ってますけど当時はみんなモンクレって呼んでましたえこのモンクレですしこうした商品の切り取り方は1980年代を通じて日本を席巻したカタログ 文化への先鞭となりました時代はちょっと遡りますけども「海を見ていた午後」に出てくる「山手のドルフィンは」あの、えー、ドルフィンとか「天気雨面に出てくる「サーフボードな推しにゴッデスまで行くと言った」あのゴッデスとかあるいは「ランドリーゲート」の思い出の「ランドリーゲート」とかっていった店の名前とか地名はもう当時だったらそんなの誰が知ってるのっていうぐらい、えー、スペシフィックですね。 ちなみにこれ、ドルフィンは横浜の、横浜のネギシの高台の上のレストランのカフェで、先ほど紹介したヘアの対馬事件でつかまった CU チェーンが中国人だったために、管轄が外務省で、ネギシの外国人収容所に入れられ、ユーミンはそこに妹だと、え、偽って、しょっちゅう差し入れというか、会いに行ってたんで、帰りにこの、え、ネギシの上のドルフィンに寄っていたんだそうです。それから、あの、ゴッデスはサーフィン映画の会に、あの、詳しく紹介した茅ヶ崎にある日本最古のサーフボードショップですし、 だからランドリーゲートっていうのは米空軍立川基地内の軍用洗濯工場の近くにあったゲートの名前でユーミンはこの基地に住んでいるハーフの女の子と仲が良かった頃によく行ってたんでしょうね僕らの世代は運転免許を取るとすぐにまあ親の車を借りてこれらの店や場所が実際にあるのかどうかを確かみドライブしてまあユーミンの人生を追体験していましたさっき時代がユーミンに追いついていったと言ったのはそういうことですとにかくこうして流線型80以降 ユーミンはペースを取り戻し1982年の「昨晩お会いしましょう」から1997年の「カウガールドリーミン」まで17枚連続でオリコン1位を記録することになります。アルバム「昨晩お会いしましょう」の中に「グループ」という歌があります。出席いたしますと返事を出したは似合いのあの人たちパーティーはもうすぐ本当のこと言えば。

で、結婚する二人と合わせて四人でいつもつるんでいた、えー。そして主人公は遊び人の元彼がパーティーに来ることを密かに期待してるっていう歌ですね。この歌の後の方に、あなたは仕事で遠くに行ったっていうフレーズがあるんですけど、遠くに行ったって言うからにはそれは海外だろうな。だとしたら青いエアメールを送ってきた相手はもしかしたらこのグループの中の彼なんじゃないだろうかということを考えるようになりました。 そしたら、まあ、この相手は学校一の陽気な遊び人だったんですから、きっとこの女性は、あの、学生時代にサーフボード直しにゴッデスまで行く彼についてったでしょうし、別れた後で一人茅ヶ崎の海にですね、ナイロンのコートを着て行ってサンドキャッストを作ったんじゃないかとか、えー、こんな風にユーミンの歌が、術繋がりで繋がってきました。で、これ元々ユーミンの歌には、もう傷つきやすい、あの、コンプレックスの塊みたいな内気な少女を描いた歌と、えー、遊んでる派手な、 えー、女の子を描いた二通りの歌があります。で、この二つのタイプの歌を二人の女性に分けて、で、二人は大学時代にそれぞれの彼氏と合わせて4人で、えー、まあ、グループで遊んでいてで、それが卒業し、就職して、で、いろいろあって遊んでる派手な女の子の方が先に結婚していくっていう、まあ、一つの大きな物語の流れが浮かびました。で、このユーミンの歌の歌詞を全部紙に書き出して、一年がかりでいろいろ並べ替えているうちに、 セリフや説明一切なしにユーミンの歌だけでしかも歌詞は全くいじらずにこう32曲ユーミンの歌だけをつなげて長い一つの物語ができましたこんなことをマスターショットがしっかりしてるユーミンの歌でしかできないことだと思うんですが で、このできたストーリーを、まあ、あの、あちこち僕プレンゼンに行ったんですけど、そしたら、まあ、いろんな方々に後押ししていただいて、実際のミュージカルとして実現したのが、2006年に白金岩劇場、2008年に天皇図銀河劇場で上演されたユーミンミュージカル、ガールフレンズです。このミュージカルが上演されるときにユーミンは、 自分が書いた歌について、馬場から、その僕から、あの、あ、あなたの感謝が間違っている <laughs> とか言われて、歌ってつくづく、えー、作り手のものではなくて受け手のものなんだなと思った、と発言しています。あの、まあ、ユーミンならではの言い回しだと思うんですけど、でもま、この僕のことですから、あの、もしかしたら頭に違うと思ってそんなこと言っちゃったかもしれないんですが、 まあそんなわけであの、だから僕がさっき、なかなか話した解釈っていうのは、全く僕のだけなもので、あの、ユーミン本人が聞いたら、また受け手が勝手なこと言って、と、苦笑すると思うんですが、まあ思い込みが強い点があったら、どうかご容赦ください。ただ、まあユーミンが言う通り、あの、歌は受け手のものなんですから、こう、ぜひあ,あなたもユーミンの曲、 お好きなユーミンの曲をこう順番をこれ1年がか,かりですよ並べ替えたあなたなりのこうユーミンミュージカルを作ってみてくださいこれは楽しいですよあの僕は今までにもうさまざまなジャンルの仕事をしてきましたが正直まあ自分が作った漫画書籍ラジオテレビ映画あらゆる作品の中で作るのが一番楽しかったのはこのユーミンミュージカルですから。 チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。